あれだけ突っ張ってね、はい、知りません、そのね、はい、もらったんじゃありません、中井以外の人物から借りたんですと、あれだけ自信を持っておっしゃった、はい、だけれども今にしてもあれが真っ赤な嘘だと。であの時に嘘をついてなければね、その疑惑っていうのはね、こんなに雪だるま式にでかくならないわけだよね。だなぜね、あんなデタラメ、誰も僕ら聞いてたってあんな信用できないような嘘をあの時についたのか、今おっしゃっていただけますか。はい、確かに、あのこの半年間自業自得で苦しんでしまったんだと深く反省しております。会長さんがお金を貸してくださるわけではなく、バンキングというきちんとした銀行を紹介してあげるという形でした。ですから私自身は借用書を提出した時も宛先がバンキングになっております。ですから私はそのお金があの中江さん関係の会社ではないと、これは愚かなことかもしれませんが、そのように思っておりました。あの中江さんもね、男性でいらっしゃってトルコを借り切ってね、どんちゃん騒ぎやったというね、武勇伝もあるお方ですから、当然寝ましょうよとかね、口説かれるということが何度もおありになったかと思うんですが、いかがなもんでしょうか。それがなかったんです。全然ないんですか。本当になかったんです。手を握られたこともないんですか。手を握られたこともないです。はい、肩を組まれたのはあの写真だけです。あの松田聖子さんとはお仕事でいろいろご一緒したと思うんですが、今日くしくも同じ3時、ホテルこそ違いね、あの神田正輝さんとの翻訳記者会見があったんですが、それをこう聞いて、同じあのこう記者会見のね、場所こそ違い壇上にいて、どんなお気持ちいたしますか。私はただ正直言ってラッキーだと思いました。こういう結婚についてどうですかね。例えば倉田さん、これからの、あのやっぱり私も一応あの結婚のことは夢見ていますけれども、今はやっぱりちょっと無理なんじゃないかな。いつもあの写真がちらつかれるんじゃないかなって思うから。中井さんのような人ってのは実際ズバリ言うとどんなタイプの人なんですか。それもそうじゃない。実際の部分、あの私太ってる方は本当に好きなんです。あ、好きなんですか。はい。